こんにちは。こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。今日もリビング書店の絵本チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は秋のセーターを作りにを紹介します。はい、こちらの絵本はですね、もう見ての通りこう秋一色のね、はい、雰囲気なんですが、実はですね、こちら春のワンピースを作りにっていうのは以前にね動画でご紹介したんですが、それのね続編というかですね、こちらは秋になっています。はい。でですね、主人公のこのリスちゃんはスリちゃん。ややこしいですね。リスのスリちゃんなんですけど、スリちゃんの、セーターが小さくなるところからお話がね展開していくんですが、この中でスリちゃんが秋ってどんな匂いがするかな、食べ物ってどんなものがあるかなっていうお話をしてくれるんですけど、それを聞いてるだけでもどん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 こうなんか秋を楽しんでる、自分自身が秋を楽しめる感じになってきて、すごく可愛らしい内容になっていましたよ。はい、ということでね、中を紹介していきたいと思います。ちなみにこちらはですね、塗り絵のおまけ付きでした。はい、可愛らしい塗り絵をね自分で描くことができます。はい、でサイズですね、横が 20.5cm で縦が 24cm ですね。はい、じゃあね中を紹介していきます。はい、スリちゃんがある日目覚めると、なんかこう寒い感じが、こうお布団かぶってるんだけど顔からなんかしますよね。なんか肌が冷たい気がするとか、はい、で、あ、もう寒くなってきたからあのお気に入りのセーターを着ようって言って着るんですが、やっぱスリちゃんもね大きくなってるのでセーター小さいんですね。お腹が出るぐらいの小ささなんですが、実はこのセーターにお母さんのお手伝いで集めること、どんぐりを集めるお手伝いをするのが好きなんですが、このセーターにはそのどんぐりを入れるポケットがあるから、このセーターはお気に入りなんですね。はい、で大きいの着たくない、これ着たいって言ってこの日はこれを着て過ごすんですけど、で、遊びに出かけてうさぎのね、さきちゃんと遊びに出かけるんですけど、どんぐり拾いをするんですね。でも実はこのどんぐりを入れようと思っても1個入ったけど、もう1個入れようとしたらポロンって中から出てきちゃう。やっぱ小さいんですね、スリちゃんにとってこのセーターは小さくって。じゃあミコさん、キツネのミコさんっていう方がいらっしゃって、そこに行ってセーターを作り直してもらおうよっていうねことになりました。でミコさんっていうのはですね、お洋服をこう、ハンドメイドで作ってくれる方なんですけど、このお店にね2人で出かけていきました。で中に入るとすごい、この中の雰囲気がすごい可愛らしいのでぜひ見てほしいんですけど、なんかいろんな手芸道具が揃ってるんですね。でミコさんもね、もう今もうセーター作ってましたね。でいいわよって、セーター作りましょうって言うんですけど、どんな風に作るか、ここがねミコさんの特徴的な方法というか作る方法なんですが、話を聞くんですね。でスリちゃんの話を聞いて、この子がどんなお洋服を着たいのかっていうのをイメージしてミコさんを作るというね方なんですね。でここで、でも上手なんですよ、ドリンクというかコーヒー、ココアかな、何か飲みながら、ねえねえ秋ってどんな匂いがする、どんな音がするってね上手に聞いていくんですね。何が食べたいのとか、ねえねえ葉っぱって何色があるかなとか、いろんな話を聞くんですね。でスリちゃんはイメージしながら、こんな音がするよって、耳を澄ましたらこんな音もするんだよ、雨が降ったらシーンって音がなくなるんだよとかね、すごいなんか上手に答えていくんですね。でこんなもの食べたいよとか、葉っぱは黄色とか茶色とかいろんなのがあるよとかね言っていって、じゃあ最後はセーターにポケットはどうする、どんな形のものがいいっていう話をした時に、お母さんのお手伝いができるように大きなポケットが欲しいのって言ってね、あ、じゃあそうしましょうって言って、こうイメージを膨らませていったんですね。さあでここでイメージができました。じゃあ作るよって言った時に、着ていたセーターをほどいていくんですね。セーターってほどいてまた編み直すことできますよね。ここがですね面白くて、ピーって引っ張ってセーターをこうほついていって、
でちゃんとね蒸気に当ててふかふかにした毛糸をこう巻き直して、これはここまでお手伝いしてるんですね。2人もお手伝いをして、で寸法を測って、じゃあ今日はこれでお帰りなさいって、で2人を帰らせて、で美子さんはスリちゃんの気持ちを思い出しながら夜ねこうその子だけのことを思いながら編んでいくんですね。で次の日になりました。さあどうなるか、もう次の日なんですけど、次の日になって美子さんの家に行ったら、スリちゃんのセーターが出来上がっていました。すごく可愛らしいんですよね。あ、描かれてないのが残念可愛らしい赤色と、今、前まで使っていたセーターはピンク色だったんですけど、ピンク色にもちろん足りないですよね、大きくなってるので。で赤色の毛糸を混ぜて可愛いね、こう帽子付きの、はい、セーターを作ったんですね。でポケットもね、どんぐりがたくさん入る、こう三つ口のポケットっていうのかな、はい、がついていて、見てほしいですね、はい、もうぜひここ見てほしいんです。可愛いなと思いますよね。で美子さんはもちろんね、このサキちゃん、ウサギのサキちゃんにも帽子を作ってくれたんですね。でちょっとこのお揃いですね、赤色の毛糸でスリちゃんとお揃いの色の帽子を作ってあげて、で喜んで2人はね、この秋の森の中をこうお散歩しに行きました。で行って、もちろん何するかなっていうと、どんぐり拾いなんですね。どんぐりを拾って、何のためにどんぐりを拾うか、最後出てきます。で最後はじゃあさよならしたスリちゃんがお家に帰って、トントントンって家のドアをノックするんですね。はいって出たところで、お母さんお土産だよって言って、そのどんぐりをこのポケットから出すかなっていうところでこう終わってますよね。でおしまいと、はい、素敵な手紙のセーター。そうですよね、これでこれは先のちっちゃくなる、そうなんです、このちょっとお腹が出てるスタイルちっちゃいなんですけど、すごく可愛いセーターね、はい、そうなんですよ、ここなんかねぜひ見ていただきたいなって思いますよね。でやっぱりこうなんかこうすごく優しい雰囲気で描かれていて、この美子さんがスリちゃんの話をこう聞き出していくんですけど、その話を聞いてるだけですごくなんかこう、ね、自分自身も秋を感じるし、この2人の関係性というか、すごく優しい雰囲気でこう会話してる様子を見ていると、なんか心が温まってくる内容になってなったなと思って。手編みのセーターだけでも素敵ですけど、そこにねそれでやっぱ心、ね、そうですね、はい、そうなんですね。やっぱりね、ハンドメイドの良さも入ってますよね。やっぱりスリちゃんの気持ちを汲み取ってというか、すごくイメージして作ったのがすごく可愛らしいセーターになっていて、そこにはやっぱスリちゃんのお母さんへの思いも込められているような感じでしたよね。最後どんぐりをここからね出してくる、このスリちゃんの表情がすごく可愛らしくて、お母さんお土産あるよってね、かわいいね、ラストシーンもぜひね見ていただきたいなと思いましてね。そうなんです。で前回だって、こちらの春のワンピースを作るにはですね、あ、こちらの子がサキちゃんなんですね。あ、サキちゃんは今回はこう主人公ではないんですけど、こちらでは春のワンピース、 春をとにかく感じる絵本になってたんですけど、こちらでもこのね、秋のセーター作りに、この秋がすごく、秋をすごく感じる内容になってるなと思いました。こちらはね、前回動画で紹介してるんですけど、ね、はいはい、ちょっと意外とあんまりアクセスがなくて、せっかくいい絵本なのに、そうですね、もったいないなとか思ってます。あんまり手作りの服とかあんまりね、今流行りじゃないかもしれないけど、ちょっとやっぱり着せ服にはない良さが、ね、そうですね、はい、まあ、起承転結がすごく激しくあるかって言ったらそういう内容ではないんですけどやっぱ見てるとすっごく心が、ね、暖かくなって、冬の寒い季節もこの心が温まることで暖かいみたいな感じかなと思います。ぜひやっぱり使い捨てじゃなくてね、こういうふうに小さくなったセーターも ほどいてね、ほどいて、また新しいものになるとか、なんかやっぱりこれからの時代そういうことね、また大事、そうですね、ちょっとなんかあんまり注目されてないことだけど大事なことを教えてるみたいな、結構ハンドメイドって
のお店といいますか、手芸屋さんで結構増えてるかなと思うんですけど、編み物にチャレンジする方ってやっぱちょっと少ないかなと思うんですけど、私ちょっと編み物何回かチャレンジしたけど断念した派なんです実は。はい、でもなんかこれ見てると、なんかこのほついた毛糸をこの蒸気に、なんていうか、ストーブ、昔ながらのストーブなんですけど、そこ、ね、にかかってたお鍋の蒸気でふわふわにさせていくんですって、それを見た時に、あ、なるほど、こんな風にするなとかって思って、はぁーって勉強になると思う。で、結構ね、毛糸を小さい時、おばあちゃんのお手伝いでこう巻いたことあるんですけど、それってすごく面白くって、うん、本当におばあちゃんの手伝いしてるぞっていうなんか気持ちにもなったこともあって、うん、それを思い出して、なんか子供も今の子供というか、うん、自分の子供にもそういうなんか毛糸を巻くとか、うん、そういうのもなんか体験させてあげたいなとかっていうふうに思ったりもしたので、はい、なんか良かったです、はい、なんか秋にぴったり心が温まる本当に絵本だったなと思いました。はい、ということで今日は秋のセーターを作りにを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。